不動産業界でで転職すする非公開求人もご紹介可能ですなりたいあなたを見つけよう「宅景ジョブエージェント」12月受験組に対していろんなアドバイスのコメントを頂いております10月でこの状態ですからね12月は多分もっと寒いことになると思います確かにこの辺はリスクになるかもしれませんドンと構えておきましょう非常に役立つ情報が多いんで是非最後まで見てください社の女性たちの不動産大学コロナ禍ならではの試験対策編 ということで今年の試験は宅建に限らずですね新型コロナウイルスの影響で例年とは違った問題がですね発生しているようなんですそこで今回はこれから試験を受ける12月受験生それからマンション管理士や管理業務主任者賃貸不動産経営管理士などですねあらゆる資格の受験生に対してですね共通して言えるコロナ禍ならではの注意点についてすでに経験者であるですね10月の宅建受験生から届いたアドバイスについて今日ご紹介していきたいと思います非常に役立つ情報が多いんでぜひ最後まで見てください 年2回宅検試験があるとですねこういうメリットはあるんですでは行きますよ真由美さんありがとうございます今回初めての受験です権利関係は独学では理解できない部分があり繰り返し何度も何度も拝見させていただいておりますお時間がある時にでも12月受験組にアドバイスいただけるとありがたいです先生これからもよろしくお願いしますとのことでございます実はですねたくさんの受験が終わった方からですね12月受験組に対していろんなアドバイスのコメントをいただいておりますとても貴重な情報なのでそのあたりをですねどんどんご 紹介していきたいと思いますいますよママバーバさんありがとうございます窓開放で寒くて寒くて試験前にトイレに4回も行きました早めに試験会場に入ったのですがあんな寒いところで1時間以上もいて凍えました しかも教室は飲食禁止でした。風が吹いて髪がひらひらとめくれるぐらいでした。パーカーのフードをかぶって風対策してましたら試験官が少し窓を閉めてくれました。試験途中でトイレに行きたくなりましたが我慢しました。耐えきれず試験官に申し出てトイレに行った方もいて試験は継続して受験させてもらえていたようです。12月の試験はもっと寒いです。早く会場に入るより近くの喫茶店で勉強していた方が良いと思います。持って行った上着を膝掛けにしてました。先生の後 アドバイス役に立ちました。ありがとうございます。 ととのことでございます私も従前から予想してましたがやっぱり寒かったんですね、まあ、今年はですねコロナの影響で試験会場窓開けるっていうのがですね事前に分かっていたので絶対に寒くなりますから上着を持って行ってくださいっていうお話をしてました10月でこの状態ですからね12月は多分もっと寒いことになると思いますまあ実施団体もですね何らかの対策はしてくるかもしれませんが寒いことに変わりはないので、まあ、北海道とかですね持っていくとかですね、まあ、上着を多めに持っていくとかですね絶対に何かしらの対策はしていきましょうそれからですね ね、やっぱり上着を着ながらですね問題を解くとかですね試験にもやるっていうのは普段とは違う環境になりますやっぱりゴワゴワしますから気になったりする可能性もありますできればですね家にいる時でもいいので試験当日とですね同じ格好で一回通しでもしとかやってみるといいと思いますやっぱりですね試験当日いきなり違うことをやるとですね動揺したりするものなのでもしですね余裕があればそういったですね服装なんかもシミュレーションしてみるといいと思いますあとはですねこの方みたいにトイレが非常にやっぱり近くなってしまう可能性があるのでできるだけ暖かいものでお茶以外の ものをですね、飲んでいただけるといいんじゃないかなと思いますさらにですねこんなコメントもいただきましたうさぎさんありがとうございます12月頑張ってください会場のことですが私が受けた会場は直前まで窓全開で説明開始から窓を閉めてもらいました試験時間中はそれでもかなり寒かったです12月末さらに冷え込むと思うので服装持ち物過去回路ひざ掛けとかにはお気をつけくださいということでございます女性の方は特にですね寒さ大変ですから試験会場によっては窓を閉めてくれないみたいです この辺はですね、さっきのコメントからも分かるようにですね、窓を閉める会場もあれば閉めない会場もあるようなのでその辺りはですね、やっぱ現場によって判断が違うようです。 それからこんな質問もありました。久渡さんありがとうございます。換気で窓を開けて外うるさかったらどうしようとのことです。これについてですね、実は10月受験組の方からこんなコメントがありました。64、アナベベさんありがとうございます。試験終了後は40点獲得予想で受かったつもりでしたが、自己採点結果35点でした。またこれからもお世話になります。まあ、まだ分かりませんからね、どちらにしてもまだこれからもぜひ見てください。で、先生に一つ不動産大学で本番のアドバイスを提案させてください。コロナ対策の中試験会場は主要液 結果はは自己責任ですすが環境は選べます私は交通利便性で選んで自爆しました高田馬場駅近くの専門学校ではもちろん窓全開試験開始前から 70m 離れたカラオケボックスから私がおばさんになってもから流行曲メドレー試験1時間後には駅前ロータリーで路上アイドルのノリノリライブがスタート集中切れて時間切れ見直し時間ロストもちろん試験官はコロナ対策のため窓は閉めていただけず来年 は郊外の試験会場を選択します。 とととのここでごござざいいまますすれ貴重な情報ありがとうございます実はですね、私、高田馬場の事務所で働いていたことがあるので、駅前がうるさいのはよく分かります。これは東京の方じゃないとわからないかもしれないんですけども、高田馬場っていうのはですね、山手線の駅の中の一つなんですけども、いわゆる早稲田大学とかですね、ああいったところの学生がよく使うような駅なんですね。で非常に乗降客が多くて、駅前は完全にですね商業エリアになっているんです。学生の街ですね、試験前ですね、私の方で寒さ対策のことをお話ししたんですけども、こういう騒音については、私の方でもかなり 盲点でした確かにですねコロナ対策っていうのは別に試験会場だけやってることじゃないですからねカラオケボックスだとか周りの専門学校とか学校なんかもですね窓を開けてるってことなんです確かにそうですよねなので窓を開けるということは音が漏れるということなんですよねやっぱり音が聞こえてくるとやっぱ集中切れやすいですから確かにこの辺はリスクになるかもしれません、まあ、気持ちは分かります今年の場合は試験会場はなかなか確保できなかったからかですねこういう試験会場にはあまり向かないロケーションの会場もあるみたいです、まあ、確かに ですね耳障りですよね。まあ、この方タイトルまで書いてますからですね。やっぱり聞こえちゃってやっぱ認識しちゃってますからやっぱり集中はやっぱり切れちゃってるんだと思います。まあ、ただですねこれもう仕方がないんですよ。全部コロナのせいなんです。だからこれから受験するという12月受験生組でそれからですね他のマンション管理士とか管理業務主任者とか賃貸不動産経営管理士の試験を受験するという方一度ですねもしできれば受験会場周辺を歩いてみてですね環境なんかを確認しておいた方がいいかもしれません。まあ、会場自体に入っちゃいけないですけどもまあ、その周辺のエリアを見てみてですね。 ね、なんかうるさそうなものがないかっていうのをチェックしておくっていうのもいいかもしれません。まあ、特に何か対策はできるというわけじゃないんですけども、まあ、駅前なんかのですね、ざっは聞こえてきそうな場所とかですね、それなりに音が聞こえてくる可能性があります。まあ、これはもうですね、試験会場が決まってますから対策の取りるはないっていうところなんですけれども、これはですね、心構えをしておくというのが一番重要だと思います。当日いきなりうるさいとですね、さっきの方みたいにそれだけでイライラして1年を無駄にしてしまう可能性があります。まあ、結局この方は予想外にこういう状況に出くわしてしまったので動揺されて 今この動画を見てくださっているこれからの受験生に関してはこの方の情報を無駄にしないためにもですねこれから受験をするという方はうるさくなるだろうという心構えを持った上で試験に挑んでいただいて万が一カラオケの音とかがですね聞こえてきても想定ないと思えるようにですねトンと構えておきましょう今私もですね今までいろんな資格試験を受けてきましたがやっぱりです、ね、試験当日っていうのはですねいろんなことが起きたりします。今年の場合はコロナででですすねねさらにです、ね、イレギュラーなこことが起こってますけど こういう風にですね10月受験組の方がくれた情報を大切にしていただいてこれから受験をするという方ですねぜひ心構えをあらかじめ持っておいていただくという風にしていただければ当日動揺しなくて済みます当日動揺しなくて済むということはですね動揺している人と差をつけられるチャンスとそういうことなんでございます合格するチャンスです今日の動画役に立ったという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします12月の達賢試験は今年限りかもしれませんプレミアムを引き合ってたと思って絶対に合格してくださいということで また明日卓研に合格してもすぐに資格を使わない人とかですねこれから転職活動をするという方もたくさんいると思いますそういう方って合格した後登録するかかどううで悩むっていういい方多と思いますまず結論から言いますよズバリできれば登録まではしておいた方がいいです卓研に合格した後ってどういう流れで卓研士になるかって分かりますか従業者名簿に実は名前が載ってないっていうケースは時々ありますんでここはご注意ください